はい、どうも高橋直樹です。今日はですね、サイドブレーキ、あの横にあるやつですよ。サイドブレーキという呼び方もあれば、パーキングブレーキと呼び方もありますけども、まあ、ここがねサイドブレーキと呼ばれてたわけなんですけども、これが、まあ、最近めっきり減ったということで、採用されなくなってきた理由についてお話ししようと思います。サイドブレーキ、まあ、パーキングブレーキですよ。駐車させる際に使用するブレーキということでついております。まあね、僕もなんですけども、なんかそのパーキングブレーキっていう呼び方よりもやっぱサイドブレーキって言っちゃいますもんね。まあそれほど、馴染みのある呼び方っていうかね、もうずっとそれだったんですね。引くタイプのものだったんですよ。でも最近もうめっきりですね、横にあるやつっていうのはまあありますけれども、どちらかというと足で踏むタイプのものが多くてですね、運転席の横にこうあるやつってあまり見なくなってきましたよね。で、まず理由を語る前にですね、パーキングブレーキの構造を軽く、お話ししようと思います。まあ、車によりますけども、まあ、乗用車と言われるものはほとんど多く採用されている、まあ、ドラムブレーキで説明しますと、タイヤ外すとね、なんか鉄の塊の丸いものあるでしょ。あれの中にブレーキが入ってて、広げてあげるんですよ、ワイヤーで。でブレーキをかけてあげるという、まあそういう構造になってます。サイドブレーキのもっと前はですね、こう引くタイプだったんですよね。引くタイプのものが、まあどっちかというと貨物によくあったんですけど、で戻す時はこうカクッとちょっとひねるとね、カクンと戻るっていう感じのね、まあそういうブレーキもあったんですよ。でまあそれはハンドブレーキと呼ばれてて、皆さんが知ってるやつはここまさにサイドにあるんで、サイドブレーキと呼ばれてたわけですよね。はい、その後です。その後に足で踏むタイプのパーキングブレーキが増えてきました。まあいずれも構造は同じなんですよ。ワイヤーでそのロックさせるっていうのは同じなんだけど、場所が変わってきましたよね。今さらにもうちょっと進みましてですね、実は電子式のパーキングブレーキっていうのも増えてきたんですね。ハンドブレーキ、サイドブレーキ、フットブレーキ、あとは電子式のパーキングブレーキと、紹介しましたが、それぞれメリットデメリットがあるんですよ。でまずですね、今一番主流になってるのかな、フット式のパーキングブレーキのメリットデメリットをお伝えしようと思います。これはですね、1回踏むとロックされて、もう1回踏むと解除するっていうタイプね。このフット式の最大のメリットっていうのは、足を使って操作できるということですよね。サイドブレーキの場合、力の弱い方、そういう方がね、まあ操作いたしますと、ブレーキの効きが、甘かったりしたんですよ。その点足っていうのは割と皆さん力強いでしょ。しかも椅子に座ってグッと押すわけですから、割と力が入りやすいんですよね。背もたれあるからね、力が入りやすいんですよ。まちまちだったんですよね、人によって。だから正常なのに気が悪いよっていう訴えもあったりしたわけなんです。あとはですね、運転席の横のスペースっていうのはサイドブレーキの分が足に行ったわけですから、これぐらいのスペースが確保できるわけですよね、運転席と助手席の間に。うん、ということで、スペースの有効活用ができるということですよね。足で踏むやつの短所なんですが、特にマニュアルに慣れてる方で、初めてオートマに頑張って乗った方っていうのは、もしかしたらブレーキペダルと、フット式のパーキングブレーキが並んでるわけですから、もしかしてクラッチと間違って踏んじゃうとか、まあそういう可能性はありますね。次にですね、最近出てきた電子式のパーキングブレーキの、メリットデメリットをお伝えしようと思います。はい、これは楽ですね。電子式っていうぐらいなんですから、ボタン一つピッとやればパーキングブレーキのシステムが作動するということなんですけれども、でさっきも言ったようにね、人それぞれ力がまちまちですよというお話をしましたが、電子式となるとね、一定なんでございますよ。ボタン1個押せば、決められた力で動きますからね。スペース確保っていう点でも優れているんですよね。スイッチとかボタンっていうのは、例えばそのパーキングブレーキにしてもフットブレーキにしても結構な部品なんですね、面積的に。ですが、スイッチと言いますとポンと押すぐらいの面積でいいわけですから、運転席のデザインをスッキリさせることができます。ただね、その何でもかんでも電子式ってあんま好きじゃないんですよ。まさにね、この電子式の短所っていうのは、結局は電気が使えなくなったらダメですからね。最近ね、災害とかも多いじゃないですか。特に大雨の被害っていうのが結構多くて、そういうことで浸水して電気回路に不具合があった場合なんかは、作動しなくなる恐れがあるということも考えられますよね。でですね、なんでサイドブレーキが減ってるかというと、やっぱり一番の要因はね、スペースが狭くなるってことですよ。ファミリーカーっていうのがね、増えて、どんどん増えてきて、で、ファミリー向けの車って、っていうのはその車内の快適性っていうのが求められますから、ウォークスルーっていう機能がね、とても、
重宝されるようになったんですね。前の席から後ろに、まさにここにブレーキがあった箇所を通路として歩いて後ろに行ける。でここにあったものを、今度足に持ってきて、フットブレーキにしたり、あとはさらにそのボタン式ですっていうのも登場してきたということなんですね。あとやっぱ力、これ実際あった話なんですけれども、パーキングブレーキを引いたのはいいんだけども、解除するときに一回またグッと持ち上げなきゃいけないでしょ。持ち上げて解除されてパタンっていくじゃないですか。解除ができなかったっていう例がね、何件か見たことあります。はい、ということで本当に力がやっぱりデメリットだったんですよね。でさっきもちょっと言ったんですけども、何でも電子式がいいって思わないっていうのは、このねパーキングブレーキもね、ここにあることで結構いいこともあるんですよね。で例えば、万が一ですよ、万が一その運転してる方がちょっと調子が悪くなってしまった、意識がなくなっちゃったとか、そういう場合にですね、あの助手席の方がここにもしパーキングブレーキがあれば思いっきり引けるわけですよ。まあ両手でもいいですよね。だとすれば少し減速するわけですね。まあ意識がなくなってアクセルをベタ踏みしている状態ですとなかなか難しいかもしれないんですけど、万が一の時にここにブレーキがあることによって助手席の方が引くことができるんですね。確率的に言うと本当に少ないかもしれないですよ、全国で起こる事例がですね。まあそのためだけにここに置いておくっていうのはちょっとあれなんでしょうけども、ただそういうメリットも実はあるのかなと思ってるんですね。もしですよ、そういうちょっと心配がある方であれば、ここにサイドブレーキがある車っていうのはまだありますからね、まあ、そういうのも視野に入れておいてもいいのかなと思いますね。はい、ということで本日はねサイドブレーキを採用する車が少なくなってきたよっていう話をしました。こちらのチャンネルではですね、車に関するお役に立つ情報ですとか、あとは DIY とか、あと作業動画ですねというのを発信しておりますので、チャンネル登録をしていただきまして一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。